はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は新ギルンドエボワークシーズの共有 V ティターンズジャミート風編続きをプレイしていきたいと思います。宇宙における反連邦活動、これの鎮圧を進めていて、サイド4サイド2と攻略を進めてきていて、今回はですね、こちらサイド6、ここの鎮圧を行っていきたいと思います。同時にですね、エウーゴがジャブローに対して攻略作戦を準備中という情報も入ってますので、まあしっかりね、ジャブローにも戦力を置いておきたいというふうに思っています。では、早速時間を進めていきましょう。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始。南米ジャブロー周辺ですけども、敵、エウーゴ部隊が活発化している様子がありますので、ここにはですね、まあまずは、アッシマーに乗っているアデルなんかをしっかり投入するということを行っていきたいと思います。あとはガルバルディには、ヤザンも乗ってますので、まあヤザンもね、しっかり活躍の場を与えて戦ってもらえればなというところですね。では敵部隊と交戦に入ります。ここはヤザンですね。まあ、ヤザンはこの後最新鋭機にやっぱり乗ってもらいたいというのはありますので、まあ、ガルバルディの次は、そうだな、アッシマー、ギャプラン、まあ、こういうふうにね、乗り換えていきたいと思います。まあ、実際、ヤザンはアッシマーには撃中乗ってませんけど、ギャプランには乗ってましたしね。ここはアデルのアッシマーです。アッシマーもね、まあ、モビルアーマー形態へと可変可能なモビルスーツになってますので、まあ、活用する場というのは結構ありそうですよね。では、サイド6鎮圧作戦を発動していきたいと思います。これより、サイド6の反連邦分子に対する鎮圧作戦を発動する。諸君らの健闘に期待する。では、部隊を送り込んでいきましょう。まあ、全力でいいかなと思いますので、全力攻撃を仕掛けていきます。まあ、ここにはガンダムマーク2機ですね。モンシアなんかも乗っていたりします。まあ、武装はこのままでいいでしょう。バズーカーではなくて、ビームライフルでいきます。サイド3にも今、残念ながら攻め込まれているんですけども、まあ、ここはですね、カミユがいますね。リックディアスに乗ったカミーユがいたりするので、まあ、こういうところで確実にカミーユを撃墜しておきたいかなと思います。リックディアスに乗ったカミーユ。あとはですね、ここにロベルトがいるんですよね。こっち側にロベルトということは、もう一機のリックディアスの方にはアポリーが乗っていそうだ。そんな感じがします。神は撃墜です。エネルギーをね、完全に消耗させきってから、リックディアスの神ユ撃破撃墜という流れになっています。やっぱりこっちのリックディアスにはアポリーが乗ってましたね。アポリー、ロベルト、それに神ユ、これがリックディアスに乗ってサイド3に、まあ、入ってきていたと。まあそういう状態でした。では肝心のサイド6攻略戦始めていきましょう。ま、2ターン以内でね、決着つけたいかなと思ってます。で、特に作戦らしい作戦はないので、基地中心部に向かって全部対、進撃という形にします。では、サイド6の攻防戦、まあ、佳境というところで、マーク2を発進していきます。まあ、その他ガルバルディ隊なんかも投入してですね、万全を期していきましょう。マーク2を3機、このサイド6に投入しました。まあ、ティターンズはマーク2をゼータガンダムの中で3機作ってますからね。まあ、それと同じような編成にしてあります。まあ、バスクがこのアルビオンに乗ったりしてるのは、まあ、ある意味面白いところですよね。ギレンの野望ならではというところかなと思います。隔離コンは、
ヘイゼルに乗ってもらってます。まあ、決して強いユニットではないですけど、カクリコン自体が格闘が強いので、ここはね、カクリコンの格闘を、まあ、活かした戦い方をしていければいいのかなと思ってます。で、モンシアとゼノのマーク2です。これ、ジム2ガンキャノンに攻撃仕掛けていきましょう。カクリコンです。カクリコンはね、ユーゴとティターンズの、まあ、衛星軌道上の戦い。まあ、その後ね、ジャブロ攻略に向かっていくわけなんですけど、その中で、神湯にね、大気圏突入中に攻撃を仕掛けて、バリュートがオートマチックで開いてしまって、撃墜されてしまうっていうのはね、劇中でありましたよね。その時に、アメリアーって叫びながら死んでいったのが印象的でよく覚えてますね。カクリコンって年齢何歳なんでしょうね。結構ね、ジェリドよりかは年長者のようにも見えるんですけど、気になりますよね。ハヤトはジムに乗ってたんだな。ハヤトもね、20代に見えないですよね。ゼータガンダムに出てくる時の。30代ぐらいに見えるハヤトなのかなって思いましたけど。では、ここはモンシアのマーク2でーす。敵は、ジムカスタムとリックディアスかな。最後は、格闘で押し切りましたね。これが戦闘の恐ろしさってやつだ。そして、最後の残った、このジム2は隔離込んで、撃破。サイド6、制圧完了です。そんな弱気じゃ俺には勝てん。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。緊急事態です。うん。サイド6攻略完了とともに、ジャブローにエウゴが攻撃を仕掛けてきたというニュース入ってますね。私にいい考えがあるのですが、これ一任すると核撃ち始める可能性あるので、バスクに任せるのはやめましょう。そうですか。せいぜい気をつけることですが。ジャミト不可か。パプテマスシロッコと名乗る。シロッコが協力申し出てくれるの嬉しいな。回線を回します。お初にお目にかかります。シロッコのパイロット能力は全キャラクターの中でもトップクラスですからね。我々は各家に永遠の忠誠を誓い、その破業の一翼を担わせていただきたいのです。シロッコは迎え入れましょう。もちろん迎え入れましょう。パプテマスシロッコより可変モビルスーツの開発データを入手しました。開発部より、これはギャプランから始まる変形型のモビルスーツ、それがこの後一気に進んでいきそうな感じがしますね。これメッサーラですね。さあ、そうなるとジャブローに敵部隊が入ってくるのであれば、これしっかり撃退もしていかなければいけないなというふうに思いますが、まあ、今回は、シロッコも加入してくれたところで、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ジャブローの攻防戦からプレイをしていきたいと思います。